はい、またこの時間です。またこの時間毎日更新。はい、このまた中国のトークの時間ですね。はい、チャイニーズトーク、はい、チームで中国語をやっておりますポーちゃんです。多分この動画上がった時はもう在日3年目で突入しました、もえめです。ビザが降りたところですね。ビザ降りましたね、はい、やった。結構コメント欄でもあったよね、ビザ、ムミさんビザ大丈夫だからみたいな。俺の時誰も心配してないやっぱもう取れてるから基本的にはね、そうそう取れてる、うん、あのトヨチアミノで今年更新なんで、はい、皆さんちゃんと心配してね、申し訳ないから。そうね、そこで審査落ちたら落ちたらさよなら帰国決定です。今日のテーマは何ですか。どうでしょう、ポーさん。俺はあのね、成功してないし一番あのエリートコース一番遠い人間かもしれないみたいな。おさらいしましょう。ポーちゃんは中国の音楽の学歴だとどこまで行った。高校3年生です。高卒です。高卒ね、高卒ね、はい、お父さんが中卒でお母さんが高卒か。そんなもんね。うちの親も義務教育が中学までだから、その後、うん、普通の高校には行かず、そういうなんか専門みたいなところ。あ、専門行ったんだ。専門っていうか技術を学ぶ商業高校みたいな。あ、はいはいはい、昔ね、本当に高校出た人もう そんなに多くいない。あ、そうなんだ。そう、親の世代ね、ちょうど大学受験がまた再開した一時期大学受験が本当に一部のエリートの人間しか受けられない。え、マジか。そんな時期あったの。初耳。知らなかった。知らない。中国は知らないやっぱ遠い男だよね。多分1979年あたりに大学受験がまた一般入試とか受けられるようになってて、それ以前の人間はもう大学の受験受けることすらできなかった。うわ、それエリートっていうのは学歴ですか、それともなんか親の世代から知識人とか。うわ、その町の一番のお坊ちゃまだから、うん、そういうのはいけるけど。あ、そう、うわ、そういうのだったんだ。新しい中国が建国してからしばらく経済とかまだ発展してなくて、だから大学って言ったら本当に一部選ばれた知識人しか入らないところ。へえ。10年の動乱の時期あったじゃん。その10年でも本当にいろんな文化とか経済発展とかも止まっちゃった時期なの で、うん、でそれが終わってから大学入試また再開して、そこから一般人でも大学に行けるようになって、周りの人、本当に親世代の人、大学に出てる人本当に少ない。うん、ない。そうだね。そう、親が大卒だったらもうすごいっていう感じがする。だから俺めっちゃ無理やりね、大学絶対行けよって言われるんや。あ、それも言われる。言われる。それがあるからってことか。そう、うん、そうなの。そう、学歴が大事だよって。そう、自分たちが行けなかったところを子供に行かせようと、うん、そう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 、うん、でも俺の周りは大体大学行ってないやつはほぼなんだけど、うん、みんな成功してる、俺以外。秘訣を盗んできなさい。うち地元は大体あの、まあ、みんなね、工場エリアなんだよ、うちの地元は。ぶっちゃけ勉強に関してはそんなにね、あの、良くなくてもあのやっていけるんだよ。でも勉強が良くない人は逆にビジネスの方がめっちゃうまい。大学とか学校行ってない割にずっと親の、 あの後ろについてて、うん、親の仕事ぶり見て、うん、それであのいろんなビジネスのテクニックを学んで、でそれでまた自分の会社を手掛くするのがうちの地元の成り上がる方なんだけど。へー。そう、もう本当俺だけ外れなんだよ。外れ。学校も行ってないし、親の背中も見てねえし、家でニートをやってるだけや。カズレーザー。風俗に入り浸る。考えられる史上最もカズレーザー。いやでも俺確かに一回ね、中学卒業して親にちょっと俺あの学校行くのやめるって一回言ったの。中学卒業して行ったの。そう。いや俺もう中学もう行きたくないんだ。中2の時もあの、うん、学校辞めたいって言うね、うん、あの俺行ってたっけ、地元の中学に1週間通って、うん、であの東海のところで転校されて、そっから俺も学校嫌になったんだよ。それ聞いてないかもしれない。あ、そう、あのきっかけなんだけどね、結構長い話なんだよね。地元の中学から東海のちょっと名門中学に転校されて、やっぱね、学歴が大事だから、うん、親が絶対いい学校行った方がいいって言われて、うん、でそこ行ったら俺もあの勉強諦めたんだよ。やっぱね、周りがね、みんな都会の人なんだよ、うん、俺だけ田舎なんだよ、うん、であそこはまだね、まだまだそんな感じじゃないんだよ。確かにね、差別は あそこからなんだよ。中1から差別、あいつ田舎のやつだみたいな、すげえ言われて、であそこからもあの勉強やめたんだよ。でこうなったんだよ。で中2の時1回学校でまあトラブって1回実家帰ったんだよな。
あの時何をトラブったの、それも言うの1時間になっちゃうよ。軽くまあまあまあ、まだ差別の話なんだよな。あ、まあ誰かクラスの誰かのものがなくなって俺だけカバンチェックされるの。あ、それはひどい。それちょっとあのガチ差別じゃん。そう、ぶち切れてあの教室で発狂してました。椅子とかぶん投げてバーンって、であのタクシーでこっそり家帰りました。こっそり。あの、いや俺あの寮生活なんだよ。あ、そうか、寮生活だから。そう、寮帰ってちょっとカバンとかも全部ないんだよ。教室終えたままで寮帰ってちょっと一回座ってドンとね、あの冷静に考えると怒りがバンバンバンってなって、寮のあの知らないやつのあのなんだっけ、あのベッドバンってやって帰ったんだよ。でもそれは切れるよね。うん、まあだからなぜか中国嫌いになったのはこれからな。これなるほどね。それプラスいろいろあって、そうで、そこで中2の時もあの学校辞めるで、学校こんなとこだったら行きたくないって、うーん、でも絶対行けって、ね、親は、うん、首絞められてちょっとそうやって行けって。怖えよ、いじめられて帰ってきて首絞めて学校行けよめ。おい、まあ、そんな感じです。それまあガチでだから学歴はこれほど大事なんだよ。これほど大事なんだよ。重要視されてるんだね。そう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 。で、なんか親約束されたんだよ。じゃあもうこんなに学校嫌だったら、じゃあ高校になったらもうあの地元戻っていいよって。地元の高校通っていいよって言われて。で、あの高校の時親にね、あのフィギュア買ってあげるからちょっともうちょっと遠いところ行くって言って聞かれたの。あ、行きます行きます。でそこなんてもう一回あの高一の時大学の人と喧嘩してあの学校入れなくなったんだよ。多分ね、ぶっ殺されると思って。そうだね、家逃げたんだよね俺。で、麻生からも高校に通ってないんだよ。で、これで卒業しました。で、高二の時もあの日本にいるんだよ。あ、そうなんだ。そう、多分ね、あの親もやこいつも大学無理だろうなと思ってやっと諦めたんだよ。やっと諦めたんだよ。でも俺も今も思うんだよ、もし俺中学もあの学校辞めて親の後ろでビジネス学んだら多分ね今いい生活してると思うよ。あ、そう、うちの地元みんなそうなんだよ。なんとなく日本に来たら、でも大体出世コースもあの海外行くやつも出世コースの一環だと思うよ。あ、そうなの。まあ それはあるね、うん、そう。それはどのタイミングで海外行く。もう本当に大学卒業後とか。あ、もっと前とか、高校卒業してセンター試験を、中国のセンター試験を受けずに日本の大学に行くとか。そうそれはありますね。で、あのそこは日本じゃなくて地元帰って、もうあの留学生っていうあのカテゴリーに入ってるから仕事探しやすいし、うん、そう、海外帰り、うん、留学が強いんだ中国は、うん、でも大体ね、俺のお兄さんとかお姉さんは、まあ、イギリスとかアメリカとかそこ行ってるんだけど、うん、あの留学、うん、大体ビジネスについて勉強したんだよ、うん、だからみんな2年3年ぐらいで戻って、うん、家のあの家業ついてるんだけど、うん、俺家の家業に関して一回も勉強してないようにないんだよ。そうだね、うちの工場何作ってるかもういまいち分かんないんだから。いまいち分かんないんだから。うちのお父さんもなんか土地すら開けないよって言われる。土地すら開けないよって。だから今もう皆さんちょっとお願いします。土地ください。いや土地じゃなくて、あのもうあの俺これで成功するしかない。 YouTube で成功するしかないんだよ。他のルートないし、この他のルート俺もないんだよ。もう自分からね倒産してるんだよ。でも土地持ってると強いよ。いや、うちの地元の土地そんなに高くないから。あ、今は高いけど昔はないより、持ってないよりはいいよ。まあ、むゆみさんは大学、大学行きましたね。私もうちの地元だからか分かんないけど、結構ね学力重視な町なんですよ。だからみんな、まあ、小学校もそうだったんですけど結構いいところで。小学校から。そう、小学校から。あ、あるね、歴史の長い学校だったから。そうもうすっごいみんなもう学力やばいよ。そしたらあの中学の時地元1ナンバーワンの学校じゃなくてちょっと3番目ぐらいの学校に行ったら、うん、でも周りの学力見たらちょっとびっくりするぐらいうちの小学校も優秀だったんですよ。こんななんか 中の上ぐらいの人でもその中学校に入ってもう学年トップぐらいの実力なんですよ。エリートコースや。あの高校まではね。で中学も大体があの勉強できる人たちはその地元ナンバーワンの高校に入る、もう進学コースに行くっていう人たちも猛勉強して3年間、うん、すごい。で私も受かって中学受験結構あの成績良かったからそこに入って、うん、入った途端目標も夢も
全部もう目標達成しちゃったからもう何したらいいのか分かんなくて、で大学までその自分のビジョンまだなくて、どうしよう、勉強してももう勉強する気がなくなっちゃって、もうそこでちょっとぐれちゃったんですけど。ぐれた時期あったの？あの言うてそんなに不良じゃないよ、ただ勉強しないだけで、周りみんなできる人だから。あ、なるほど。あの授業中に居眠りしたりとか、もうそういうレベル、軽い軽いやつ。なるほど。軽いやつ。あの授業中にフライドチキン食うの俺だけかな。あと塩論法レバー頼んだの俺だけかな。それデブキャラじゃん。デブキャラで、でもその時全寮制だったけど、私だけあの高校1年生寮に住んで、もう1年生の後期からもう寮は嫌だって言い出して、うん、その全校生徒の中でたった一人だけ通学だったの。そうね、大体中国の学校って平日の夜、夜の実習時間があるんですけど、そうですね、大体みんなもう全員参加で、一人だけ通学だから、うん、まあそこも特別扱いです、ね、してもらって、まあそのせいで勉強全然してなかった。いやでも参加しても多分勉強してないと思うよ。俺はまあ一応3年間ずっと参加してきたんだけど、この通りです。この通り。しないやつはしないよね。しないやつはただそこにいるだけ。ああ、でも確かに確かにね、あの確かに高2、中2の時もみんなもう分かれるんだよ、あの勉強したいやつ、勉強したくないやつ。うん、そこでちょっとまたランクつけるんだよ、うちの学校はね。成績がなんかトップ1位から何位までの人はまあこのクラスで、あの法学を勉強する必要って、なんか特進クラスみたいな。そう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 、あるあるある。でモブたちはモブのところで、俺はもちろん一番後ろのやつですね。あのその気持ちわかるよ。私も高校に入ってから勉強しなくなって、で結局大学に行かせたいの親は。したらもうどうしようってなって、でその時流行ってたのかわかんないけど、勉強ができないやつはやつらは美術コースに行くとか、芸術、俺や、そう、あの美術コースや、体育大学とか芸術大学に行くっていう道がまだあったんですよ。そしたらそのセンター試験の点数と実技の点数をこう加味して大学に入れるんですよ。そしたらもう高3に入ってから、まあ、勉強もいまいちだったから、じゃあ昔習い事で絵描いてたんで、じゃあそっち行こうってなって、で一時期高3の多分もう受験前の時期にその美術の習い事の塾みたいなところに入って学校休んでたんですよ、3ヶ月間ぐらいに。その受験も含めて、そう、美大の受験がちょっと時期が早いんで、でその対策のためにあのみんなで集まってアトリエで絵描いたり勉強したりしてた。ああ、あるね、あるね。それで学校に帰ったら、大体中国の高校で毎月その模擬試験があるじゃん、なるね、センター試験の模擬試験、うん、でその模擬試験の教室分けは前の試験のその順位から教室分けしていくんですけど、私中学までずっと最初の教室にいたんですよ、うん、中学まで大体学年20位以内で、高校美術のコースに入ってから毎回最後の教室 でそこで同じアトリエに通ってる人たちと会うんよ。みんなここみたいな、ようみたいな。学年ってどんぐらいいるんですか、人数。人数えぐいよ。一クラス60×11、12クラス、うちの高校24クラスあった。うわー、マジか。一学年で、うちも相当だけど、そっちやばい。 2,3000人ぐらいいたんじゃないか。うん、やばいよ。いや、そう、60×70×12、うちはない。うん、そりゃいいとみたいなやつが生まれれば、そんだけ人がいたら、うん、きっと中学もね、あのうちのクラス先生が結構いいから、このクラスに入りたいっていう人がもう転校してくるんですよ。マックス79人なんです。俺と幼稚園と同じや。いや、幼稚園じゃない、あの小学校。幼稚園小学校86です。一学年。お、一学年じゃなくて一クラス。一クラスやばいな、それ単位で。3クラスだな。じゃあ240ぐらい。そうそうそう、小学校。中学校平均60人のクラス、12クラス。まあ中学校だね。そこでトップ20に入ってて、やばいな。強いな。中学の時たまたまあの国語の点数がね、あの合格点を足しただけで、あの教員室に呼ばれて再テストされたんだよ。なんで疑われて。そう、こいつ顔に映ったかなって。あ、
あれからね、あれから一回もあの受験受けたことないもん。疑い疑いの本当にありそう、そうありそう、ガチだからね、ありそう。そう、たまたま作文ちゃんと書いて65点取ったし、61か65ぐらいで先生に呼ばれて、ちょっとお前あの教務室に来い、ちょっとこのテストもう一回やってって言われて、なんでなんでね、なるよ。成績いい学生は、まあ、先生はなんか変なフォロー入るんだ。そう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 、まあしょうがないよね。いやあれは差別、ちゃんとした差別、頑張ってるんだもん。だって頑張ってる人と頑張ってない人って言ったら、やっぱ頑張ってる人の方がいいもん。いややっぱね、その後ろの席で小籠包頼んでるやつとか、あいつがちょっと怖いでしょ。小籠包食ってるじゃん、あいつカンニングしてるだろうって。お前でもしょうがない。いやでも俺カンニング一番嫌いだからね。俺もうあの自分のものじゃない。そうなの。俺ほぼ見ないや。言っとくけど、うん、優等生たちもカンニングするよ。私も嫌いだから。あ、マジで？まあ、まあ、別に0点でも、0点でもいいから、別にあの小テストだし、うん。でもね、優等生たちマジでカンニングする。うわ、気持ち悪いやつだ。マジか、俺嫌いだな、優等生。頼まれたことはあったもん。うわ、すごいドキドキしちゃって、人生初めてのカンニングだからドキドキしちゃって、こう、テスト中に、ごめんなさい、トイレ行きたいですって言っても言えない性格だから、もうすっごいもう変な汗かいちゃって。俺は毎回踊りなんだけどな。俺楽でカンニングするからお前なんかやれよって言われて。ガチでマジだよ。だいたい先生のあのもう教室入ったらもうずっと俺しか見てないから。もう他のヤンキーたちちゃんとね、わかんないけどあいつらはちゃんといい成績取りたいらしいんだよ。あで、お前なんかやってちょっとあの踊りなってよって言われて、わかったよ。ひょうきん者使われて。そうですね、よくちょっとフェイク、フェイクでしょ。バレた人とか いなかった周りで。あ、なんか結構大きなテストだったら、まあそりゃね、あの監視ちゃんとそう掲示板に貼られて、で成績はもう0点扱いされる。あとあのアナウンスであの名前を公開していくっていうワードを公開処刑。で俺がやることはあの中学の時俺寮生や、うん、で教室入れるつあれ、こう授業やってない時、そうで、その翌日があの大きなテストある時はあれ大体あの監視カメラぶっ壊すのは俺の仕事です。スパイや。でも監視カメラがあるんだ。あ、そう、あのそれすごいな。で、ここに監視カメラあるんだ。すごい。ないない。うちの子なかった。で、俺はまあほうきでパリンってやるんだよ。だいたい11回仕事で12個ぶっ壊す。お前は何回何回だったら、お前は長だからみんなでチームで組んでる。やばやばいじゃん。怒られるだろそれ。いやでも結局あのみんなバレてないから。あ、そうなの。いっぱい入ってるから。あのやっぱね、あの 3,4 人くらいだとすぐバレるから、やる勇気がないやつらはもう全部入るだけなんだよ、うん、そうだから人いっぱいすぎてもうあの査定できない。クソクソみたいな学校ねえですよ、うちは。これがあの学校のあのお二人の学歴というかあれだね。学歴です。本当はね、大体ね、あの成功するやつはね、もう本当限られてるんだ、今の中国は。お金持ちはもう本当生まれてからもうスタートもう勝ってるから、うん、で貧乏の人は本当数少ないけど、まあ、成功するやつもいるけど、で大体成功するルートは金持ちの娘と結婚してその会社を乗っ取るとかね。偏見じゃない、俺が知ってる世界はこうで。あの私が知ってるその貧乏な出身の人たちは、うんうん、まあ、まず勉強ですね。うん、勉強していい大学に入って、うん、したらそこからはもう公務員です。公務員の試験を受けて公務員になること。そしたらもう収入も安定するし、あとなんかあの地方の人たちは例えば北京に行ってそこでまあ5年間何年間働いてちゃんと納税してね、そしたら北京の戸籍がもらえる。マジか。そうそうそう、だからもう日本の永住権とまあ似たようなもん。まあそうや、中国の戸籍もそれぞれの戸籍取るのめんどくせえ。そうなんだ。北京の戸籍は結構ねもう難しい、取るのが。金持ちはなぜかみんな成功するか、やっぱね生まれてからね親からそう教わってきたんだよ。金持ってる人とちゃんと付き合いよって。あ、そっからちょっとあの自分の周りのグループがどんどんそうやってね、あの将来みんなお金持ちや、だから助け合うや。なるほどね。でもうちのお父さんがまあとりあえず気が合うやつは仲良くしてやれって、そう教えてきたから成功してないかもしれない。俺だって本当あの背景とか見ないの、人の背景もう、こいつ、うん、そう肩書きで判断しない。そう、そう、それもね、あのそれ大事大事大事だよ。人日本は大事だよ。そう、
でも中国じゃそれ通じないんだよ。確かに。そうだってあいつちょっと すげえしょうもないやつなのにね、あの中学になったらあめっちゃお金持ってんなっていう自覚して、うわー最初ちょっと仲良くすればよかったなと。いや小学の時はまあまあクラスのセンターだから俺は。そうもう誰でも仲いいんだよ。そう誰でも仲いいけど、お金持ち大体小学の時あの生えないんだよあいつらは。大体あの端っこのあのしょうもないやつなんだよ。あるじゃん、あの日本だと言うとあの陰キャ小学校の陰キャのに普通に高校になったらめっちゃイケメンになったで、あのグイグイ系になったやついっぱいいるからね。へ、うん、俺は普通にあクソあれちょっとしくじったな。小学校の時もみんなね金持ちの仲良くすればいい、まあ、もういい感じしてるかもしれない本当に。クソ中国での成り上がり方はもう子供にお金持ちと仲良くなるっていう教育をするってことも。そうですね、もうあのちっちゃい頃からね、うん、あとはもうガチでムムムさんもあれもね、お金持ち、ね、お金あんま持ってないやつは、まあ、ちゃんと勉強していいところ行って、うん、結局入るのはその金持ちのグループなんだ。その金持ちのグループでどっかのあのお嬢さんの結婚すればやっぱそ全部そっち行くんだよ俺が知ってるの。最終的にコネとかないと公務員になれる。いやあのそういう友達いるよ。ああ本当にコネでも何でもなく、でも本当に勉強できるやつ、うん、で旦那さんも勉強できるやつだから、うん、2人とも公務員で。いやだ相当運が良くなきゃもう無理だよ普通の院はね。まあ成功してるかどうかは分かんないけども、安定して幸せな家庭を築いてるという。いやでも難しいから、今の中国ガチでもうあの生まれがちょっとねちょっとだけ遅れたらもう一生さよならだから、うん、そうだね。結構ね、なんか本当に小学校に行く前にもう幼稚園、もういい幼稚園にこう子供をこう入れさせるためにもすっごいもう必死だから、すごい。そこで金使うんですよ。なるほど。中国にはこの、ただこの地域だとこの学校とかこの小学校っていうなんかあの学区っていうんですけど、でそれを無視して他のいい学校に行くときはもう金ですね。うん、しかも俺の小学校だと抽選しなきゃ入れないから、ね、へテレビで抽選するからね、自分の番号があって、しかも偽名使わなきゃいけないでしょ。どういうこと？え、偽名使って、例えば抽選販売と同じ、自分が2つのアカウントを持ってあの抽選すれば、まあ、当たる確率があるんだよ。だから俺あの時ちょっとリンホンっていう名前じゃなくて、もう1つの名前を持ってちょっと抽選したんだよ。だから小学校の6年間絶対あの他の人の名前で本部の方が落ちてお父さんの友達の息子の名前使って6年間もう誰だよお前まさかの。そうだって俺あの時あのリンじゃなくてヤンだから誰よヤンさんです。誰よヤンさんで6年いたらもうヤンさんで。そう僕ガチでね、いまだにちょっとあいつヤンですよねって言われるんだよ地元帰ったら。そうだからもうそのぐらいだから、もうあのスタートを絶対遅れちゃいけないっていうことです。そう確かに小学校からもうあのもう競争始めるんだよ。だからもう優しいだけじゃ生きていけない世界なんだよ。そうだね、それは同意する。そういい人はこうなるだけなんだよ。いい人は結局こうなるんだ、クズになるだけなんだよ結局いい人だったらクズになっちゃう。そういいと結局こうなるんだよ。だから俺小学校めっちゃいいやつなんだよ。でもやっぱそういう国柄なるべくしなってるんだね。なんかその日本人はこういう感じ、中国人はこういう感じっていうのがもう、だからもうほんと金なくてもね一発逆転狙ってあの海外行く留学のも、海外に行く金すらなかったらどうしよう。もう借金するしかない。そこまでやるよ。いやだってもう一発逆転はもうあの中国ガチで無理よ。でも海外は違うでしょ。海外であの留学していい会社就職したらもうまた家で仕送りとかできるし、いろいろことできるから。でも中国は絶対もう未来がないから今の中国はね。だからもうの借金しても海外行かせるやつも結構いると思う。なるほど、それは知らなかった。うちの地元はそうだけどね、他のところはしないけど情報量多、うん、これはでもなんかあんまりカットしたくないな、いろいろ、うん、まああっていいし、うん、広告いっぱいつけて、うん、広告いっぱいつけてこれだって普通に授業だからクズが出た。そうこれあの授業だから普通に。そうはい、ということで、また次回お会いしましょう。またこの、そうです。
トークの時間で。まあそうだね。まあ、だちがちょっと高校の時ちょっと1時間スペシャルやるから1時間スペシャル、俺が差別発狂した差別発狂スペシャル、うん、そうあれはガチでテレビでやりたいんだよ本当に。あの中国人はなんで中国をあの睨み始めた時睨み始めた憎み始めた憎しみがね、そう憎しみのあの生まれの瞬間、あれ絶対もうバズるから、あ10枚になったらもうマジであの構成とあの役者いっぱい揃ってじゃあやろうか再現 V みたいな再現 V、 そうあれやっぱやりたい本当に。俺のあの時の悔しさは世界中に知らせたい俺夢になったのはこれも一つだからそう、まあそうね、この悔しさをね、うん、あの時の悔しさをちょっと晴らしたいんだ。ちょっと晴らしましょう。 まだねあの覚えてるからもうめっちゃ眠ってるあいつとあいつとあいつあの先生とあいつあいつあいつね絶対もうこうしてやる。そいつら成功してるの。ああやっぱねあのいい感じになってる